おい、そこにいるのはあんたか？風水師のあんたか？もののけの居場所が分かったぞ。紅玉殿の中だ。女官のリャン・アイダインが襲われたらしいんだ。これを使ってくれ。大麻の札だ。この札には8000人の念が込められている。強い大麻の効果があるんだ。うちの家宝だ。大麻の札はもののけそのものを消してしまう力がある。女官がもののけに完全に食われてしまう前に使うんだぞ。食われてしまってからだと大麻の札の効力でもののけともども女官も消滅してしまうからな。急いでくれ。もののけは私の心の迷いを嗅ぎつけたのです。陛下のご心情を察し申し上げると、それも致し方ないこと。しかし前の天道式の二の舞だけは避けなくてはなりません。あなたに見ていただきたいものがあります。これを大喜楼の鍵です。大喜楼には木の仏像が祀られています。その仏像はかつて修行を積んだ位の高い僧侶でした。僧侶は青龍となる運命を持ち、今日と同じく天道式の日にある風水師に見立てを受けることになりました。ところが見立てが行われようとしたその時、それまでに現れたこともない強い邪気に取り憑かれそうになったのです。僧侶は苦悩の中で自らを木彫りの仏像に変えてしまいました。見立ては中断し、ヤオディと名乗るその風水師は処刑されたと聞いております。僧侶は体側人形があれば蘇ると言われているのです。今日の天道式こそは滞りなく終わらせねばなりません。シャンタイが心配です。私は地下牢の鍵を衛兵から借り出してきます。
衛兵には私から申し伝えておきます。旅館は無事だったらしいな。おいおい、誤解しないでくれ。あんたのその仙人像は俺が偽物にすり替えたんじゃないさ。小僧が持ってきたものをそのまま返したんだからな。それが体側人形だなんて知らなかった。と言っても偽物じゃこの坊さんは蘇らないよな。今日の天動式がこうならないようにしてくれよ。全てはあんたにかかっているんだからな。
すべての準備は整っております。さあ、見立ての場所へお急ぎください。今日、あなたによって神獣、玄武としての見立てを受けられるのは、他でもない、皇帝陛下なのです。騒ぎを起こしていたのはお前か。下がれ。城内で妖術が禁じられておるのを知らんのか。今は旅人風情の相手をしている暇などない。さあ下がれ。下がれ。何者だお前は。ここに何の用がある。天道式が無事に終わるまで妖術はならん。騒ぎも起こすな。直ちに城下に下がれ。陛下はご自身の運命を受け入れようとされなかった。そうですね。やはりシャンタイも共に見立てを受けねばならなくなったようです。彼は陛下の血を分けた老い、お一人で見立てを受けになるのを恐れる陛下をお助けし、共に神獣となる運命にあります。そうなれば人間としての性はついえてしまいます。しかし陛下が見た手を受けにならない以上、他に術はありません。歴史は正しい道を必要としています。これが地下牢の鍵です。地下牢への入り口は紅玉殿の前にあります。気をつけてください。